レイラです。メイです。ヒナです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、本日はおすすめの文房具紹介です。イエーイ。私たち3人のおすすめの文房具、皆さん参考にしてくれたらなって思います。それでは早速紹介していきましょう。せーの、どうぞ。じゃあメイからメイが持ってきたのはまずシャーペンです。シャーペンなんだ。ペンかと思って普通のシャーペンなんです。こちらですね。かわいい。これは筆箱紹介の時に毎度登場する子なんですけど、これはニコロっていうシャーペンで、目 0.3 派なんですけど、普段たまに 0.5 がいいなっていう日があって、こっちにカチってやると 0.3 の芯で、こっちにカチってやると 0.5 になるんです。最高。1本で2本ですよ。かわいい、はい、そう。しかも色もすごい好みなので、かわいい。結構使い込んでヒビとか入っちゃってるんですけど。はい、2個目、こちらも一度紹介したことあるかな。こちらはホチキスです。これはそう、ちっちゃいから、うん、メインの筆箱はあんまりいっぱい入らないやつなんですけど、筆箱にもすっぽり入って便利なんです。だけどこれなんかスイッチみたいなのがボタンみたいになって、カチッてやるとスリムになっちゃうんですよ。なので超おすすめです。そして最後です。はい、何ですかそれ。カッターです。これはあのここでは使わないんですけど、お家とかなんかもうピッとでパーってあの、よくうちは通販で物を買ったりするのでカッターをよく使うんですけど、これはシーンで買ったんですけど、シーン見たことあるか。ちっちゃいし、この家用の筆箱に入れてるんですけど、ポッて取れるし、しかも、なので可愛いし、なんかこう、カチってると止まってくれるんですよ。いいね。そう、見た目めっちゃ可愛い。そう、なんか、チェーンつけてもいいよみたいな穴もあって。あ、一応穴もあるんだ。一応、チャコミ用だった。ちょっと怖い。怖いけど、チャコミのは。チェーンも通せるような穴があるので、おすすめです。はい、メインのおすすめはこの3つでした。あー、はい、あ、はい、じゃあ、いきます。はい、はい、じゃあまず、シャーペンから、うん、ほい。そう、なんかあのこれはあの無印のシャーペンなんですけど、あの 0.3 の HB です。おー、これね、上にもあの消しゴムついてるんです。これあの筆箱紹介で多分紹介したことあるんですけど、それぐらいおすすめだし、シンプルだからさ、あの筆箱をどの筆箱にも合うかなみたいな感じで、すごいお気に入りです。次、こちら、これはなんかシールじゃなくて、なんか付箋でもないんだけど、なんかノートをちょっとなんかデコりたいなみたいな、なんかそういう時に取って、あのこれがちょっと、あのこれね、ペロってあのシールみたいなのから剥がしてつけて、でまたもう一回取ってまたつけれるんですよ。すごい、永遠。そう、そう、永遠なの。すごい、ね、だから重要だなっていう。シールつけて、でまたあのそこを覚えたらまた変えるみたいなことができるので、しかも見た目もなんかデザインもとても可愛いので、おすすめです。シール、次は付箋です。付箋とかね、中学校になってからめちゃめちゃ使うよね。なんかこれはこういう感じで取ったらちょっとここ穴開いてるんですよ。え、本当だ。でこれは紙と紙をなんか一緒にしたい時に、こうやってこことここで挟む、ああ挟んでつけれるみたいな感じで、なんかいろいろ使い方があるのでとってもいいと思います。しかも紫だから、紫、ピンクもあったんだけど、紫を使ってます。以上です。じゃあよかった。
ダメか。次はみんなが紹介します。私はもう筆箱がこれなんですけど、うん、私の、目標がですね、今年の持ち物や部屋をミニマムにするという目標がありまして、私の過去の筆箱紹介を思い出してみてください。でっかいこんな筆箱にパンパンに詰まってましたよね。あれ、ひろちゃん、これで足りるのっていらっしゃいませんか？思ってます。いい時だしね、しかも足りるの。で、考えたんですよ、ちょっとやっぱり天才の頭で考えたんですけど、この机の上に置く筆箱をちっちゃくして、ハサミだったり、ノリだったり、カッターだったり、ごちゃごちゃするものってあるじゃないですか。そういうのを私はシーンで買った透明のこんぐらいのなんかポーチみたいなのに入れてリュックにしまうようにして、机の上をすっきりさせて勉強で邪魔とか、あとこうなんていうの、筆箱ってこうやって漁ること多いじゃないですか、うん、それをなくそうと思ってこうやってちょっとちっちゃくしました。で、おすすめの文房具がまずクレトガのシャーペンです。有名だよね。有名、うん、これはファンの子に、私が中学校に上がるときにどのシャーペンがおすすめですかって聞いたときに、ほとんど大半の人がクレトガって言ってたから買ったんだけど、0.5 でも 0.3 でもなんていうんだろう、中学に入るとさ、四角いやつじゃなくてなんか横の線みたいな大学ノートになるから、なんていうの、字が大きいと本当書けないの。で、もともとめちゃめちゃ字大きかったから、なんか鉛筆とかだとね、2行とか使わないと書けなかったの。そんくらいでかかったから。でもクレドガにしてからはなんか先が丸くならないじゃん、ずっと尖ってるからすごい書きやすくて、字もちょっと綺麗になりました。おすすめ。次にこちら、何でもいいんですけど灰色 の蛍光ペン、なんていうの、四角いペンみたいなやつです。めちゃめちゃ強調したいわけじゃないけど、なんかノートを綺麗にまとめるために使いたいみたいなペンが欲しくて、で、お姉ちゃんが灰色のペンを使ってなんていうの、トイ2とかを線引いてたの。でそしたらなんか要点とかも分かりやすくできるからって言ってたから、もうそれを聞いてからトイ2しかこう線引くみたいな、なんかそういう単語とかをなんかすっきり見せるために、あんまり目立たないけど分かりやすいみたいな感じで線を引くようになりました。で、もう一つがですね、ミニマムにするために使っているものなんですけど、こちらです。この 4色入るやつに黒、オレンジ、緑、青を入れてます、うん、よく使う、よく使う、赤ペンは他に入れてこっちには入れず、用途別に自分何の色使うかなみたいな感じで考えて、こうやってまとめてみるのもすごいなんか荷物多くて悩んでる子はいいと思います。という私のミニマリストになろう計画の筆箱紹介でした。ここになりますね。ありがとうございます。ぜひ参考にしてください。ね、結構でも参考になったと思います。うん、一人一人違うような文房具ね。そうだね、かぶらなかった。うん、みんなのおすすめの文房具教えてね。教えてね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。